トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。8月1日火曜日の朝です。今日の空模様です。東の空から南の空の方にカメラを回しています。今日の天気は曇り、風は南風、1メーターから2メーターぐらいですね。昨夜雨が降りまして、多少道路とか水たまりができてます。しかし気温は高くて、今日も蒸し暑い朝になってます。ハトさん、おはようございます。今日の棚の上の位置は BW のオスバトですね。このハトはヤンセン系の鳥で、昨年3羽作出したうちの2羽が800キロを記録しています。そういう点ではこの鳥、来年800キロバッチリ記録してほしいなと思います。なかなかいい顔をしてます。ハトさんたちは3日間夏休みを取りました。休み明けの社外になります。今日は暑くてあまり飛ばないんでしょうけどね。どういう飛び方をしてくれますか。久しぶりの社外になります。外に飛び出したハトたちです。テカッターはもうバラバラですね。徐々に外に出て行って上空に上がってます。今日のハトの出方、あんまり良くはないですね。出方がいまいちという感じがします。急斜の屋根の上に行く鳥も多くて、飛び立つのがちょっと遅いような気がします。社外を始めて5分経過しました。ハトがだいぶ飛び上がって急斜の周りの旋回に変わってます。今日の5時半現在の急斜内の気温 27.7 度。いやー、曇ってますけども暑いですね。で、湿度も 76% 高いですから、日差しがない分だけ少し楽なんですけども、やはり蒸し暑いですね。ハトさんは蒸し暑い空なんとか飛び上がりました。どのくらい飛んでくれますかね。夏休み明けですから、最初の飛翔10分間飛んでくれたらば十分だと思います。ただいまの時間6時になりました。やはり1回目の飛翔は10分間で降りてきてしまいました。その後屋根の上で遊んでいましたらば、今少し前にまた飛び上がりました。2回目の飛翔ですね。この2回目の飛翔が十分飛んでくれれば、今までと同じようなパターンなんですけども、この蒸し暑い天候の中どのくらい飛んでくれますか。少しでも長い時間飛んできてほしいなぁなんて思ってます。ただいまの時間6時15分になりました。ハトが今降り始めたところです。2回目の飛翔時間は15分。降りてきたハト、やっぱり口開けてますね。3日間休ませてますから、さらにこの 27.7 度、もう外は28度超えてると思いますけど、当然口を開けて降りてきますね。これはもうやむを得ない症状だと思います。ハトが降りてきましたら、しばらくこのまま遊ばせて、6時半ごろ入社口を開けて7時ごろ呼び込みたいと思います。おお、やっと降りてきましたね、集団が。このハイグマの差し、まあいつも口開けてる鳥だと思いますけども、今日も大きな口を開けて降りてきてます。このハイグマの鳥も差しですね。これも開けてますね。厩舎の屋根の上にいるハトたちです。まだ入り口は閉めてありますので、もうちょっとこのまま外で遊んでいてほしいなと思います。呼吸が落ち着くにはもうちょっと時間がかかりそうです。夏休みも終わりましたので、8月からは秋レースに向けて
頑張っていきたいと思いますし、鳩さん頑張ってほしいと思います。久しぶりの雨が昨夜降りました。ちょっとだけ屋根の上に水たまりができましたので、その水たまりをめがけて鳩が集まってきました。この水たまり、これで水浴びをしてます。これじゃ水浴びにならないと思うんですけども、気持ちは水浴びしてるんですね。毎週水曜日は水浴びの日で、前回も先週の水曜日でしたから、もう7日間ですか、7日間経ってますので、あとは水浴びしたい気持ちなんでしょうね。だいたい1週間に1回ぐらいのペースで鳩さん水浴びすると元気よく入ってくれます。これが短いと入らないんですよね。3日4日の間隔だと鳩さん水浴びしてくれないんで、ちょっと寂しいですけど、今日はちょうど7日目、水浴びしてから7日目、鳩さん水浴びしたい気持ちになってんでしょうね。おお、だいぶ集まってきました。今日はこんな形で水浴びごっこをしてますので、水浴びをさせてももしかしたら水浴びしないかもしれないんで、明日予定通り水曜日で水浴びをさせたいと思います。これで水浴びした気持ちになっちゃってから明日水浴びしないかもしれないですね。どちらにしても明日は天気良くなりますので、水浴びをさせてみたいと思います。7時になりまして、呼び込みを始めましたら鳩が飛び上がってます。毎回そうなんですよね。呼び込み始めると飛び上がる鳩がいます。特に今日は運動不足だなっていう感じがしてますので、飛び足りない鳩はこのように飛び上がるようです。はい、やっと降りてきました。今日から8月、この真夏の暑さ、35度超えの日々、あと1週間ぐらい続くと思います。そこを過ぎてくれば少しは日差しも弱くなってきてくれるんじゃないかななんて期待してます。ただただまだ暑い日は続きますよね。今年は8月も終始暑いという方も出てますので、暑い暑いと毎日ぼやきながら涼しくなるのを待ちたいと思います。あと呼び込みましたら、入射今日ちょっと悪いですね。ドドドドドドっていうんじゃなくて、ポツンポツンポツンと、特に5、6羽なかなか入らなくて往生しました。っていうか、もう今日は入らない鳥は餌抜きということで社外を終わらせることにしました。1回ぐらい餌食べないと次の時は間違いなくサッと入ってきてくれますので、もう入社の習慣づけという意味では、呼び込んだらすぐ入るということを徹底していきたいと思います。今日もまだうちのハットの餌の食べ方は甘いですね。1羽あたり 15g ぐらいがやっとっていう感じですね。調子いい時はもう 20g 超えてもまだまだという感触なんですけど、 15g やっと食べてるようだと、またうちのハットの食欲は十分じゃないし、運動量も十分じゃないんでしょうね。本日もこのブログにご参加ありがとうございました。また次回もお越しいただきたく、よろしくお願いします。失礼します。